イスラームマグリブ諸国のアルカアイダ機構は、アルジェリアを中心に、マグリブ諸国で活動しているサラフィージハード主義組織。2006年までは、説教と戦闘のためのサラフィー主義者集団と名乗っていたが、ウサーマビン・ラーディンに忠誠を表明。2007年に、現在の組織へ改組し、アルカアイダとの一体化を強調している。イスラーム国家樹立を目指して、 アルジェリア政府転覆工作を続け、スペイン、フランス、アメリカを名指しで攻撃目標としており、西側各国から国際テロ組織に指定されている。GSPC の活動範囲と反サヘル構想の参加国1998年9月、アルジェリアのタクフィール主義思想を掲げる、武装イスラム集団に不満を抱く分子が、ハサン・ハッターブがリーダーになると、アルカイダとの結びつきを深め、 俗に、アルカイダの広報基地とも言われるようになった。2004年6月20日、ナビール、サハラウィが、アルジェリア軍に射殺されると、アブー・ムスワブ・アブドゥル・ワドゥードがリーダーに就任した。2006年、ハサン・ハッターブは、アルジェリア政府に投降して、脱退。一方、アブドゥル・ワドゥードは、アイマンザワ・ーヒリーとの関係を深め、2007年に、悪夢に改祖した。同年4月には、 アルジェリア首相皇帝をターゲットに自動車爆弾テロを12月にはアルジェリア最高裁判所と国際連合難民高等弁務官事務所、国連事務所をターゲットに同時自動車爆弾テロを引き起こし首都アルジェで共に多数の死者を出した。アルジェリア国境を越え近隣国においても麻薬密売や恐喝、資金洗浄で組織の資金を確保し、 マリア・ニジェールでもトゥアレグのイスラーム主義組織、アンサールアイコールディーンと連携して活動を拡大している。イギリス、イタリアなど欧州のアルジェリア人社会にも多くの活動家を抱えている。イラクのアブームスワブアイコールザルカーウィーのグループ、イラクの聖戦アルカイダ組織とも関係を構築している。サヘル地方がイスラム過激派のリクルート地帯と化していることからアメリカ主導で 近隣国は共同の反サヘル構想を立て、タイテロ戦争の一環として2007年2月から、サハラ、サヘル地方で、トランスサハラにおける普及の自由作戦を実施し、封じ込めを行っている。2009年7月、中国のウルムチ市で、ムスリムのウイグル人が虐殺される、ウイグル騒乱が発生、悪夢は中国政府への復讐を宣言している。2011年1月、 チュニジアのジャスミン革命では、チュニジアはシャリーアに基づく、イスラム国家になるべきであるとして、反政府勢力を支持、ザインアル・アービディーン、ベンアリー政権打倒の軍事支援を実施している。同年2月、リビア内戦においても、反政府勢力への支援を宣言した。リビアの最高指導者、ムアンマル・アル・カザーフィーは、悪夢の反カダフ勢力への介入を非難したが、10月20日に、 殺害されて内戦は終結した。2012年、トンブクトへ進出。市内において、世界遺産の遺跡を破壊するとともに、カダフィ大佐がトンブクトに所有していた住居を占拠。マリー北部における活動拠点の一つとした。2012年12月、組織内の対立から指導者の一人、後にアルジェリア人質事件を起こすモフタール・ベルモフタールが悪夢を離脱。 2013年1月、フランスがマリの武装組織に対して行った軍事介入により打撃を受けることとなった。2016年1月15日、ブルキナファソの首都ワガルグで外国人客も利用するホテルとレストランが武装勢力の襲撃を受け、20人以上が死亡。悪夢が犯行声明を出した。2019年1月20日、マリ共和国北部、 テッサリ都県の国際連合マリタン、統合安定化ミッション部隊の駐屯地が武装勢力の襲撃を受け、チャド人の隊員10人が死亡、少なくとも25人が負傷。悪夢が犯行声明を出した。2020年6月3日にフランス軍がマリ共和国北部で行った総統作戦の結果、最高指導者のアブー・ムスアブ・アブドルワドゥードが殺害された。 ありがとうございます。